翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも両平です。お願いします。ということで、本日は SC スポーツゴルフ&ベースボール、スナイスね、狭山市ので、活動させていただいております。いつもありがとうございます。はい、本日なんですけれども、ちょっとね、家をガチャガチャっと見てみましたら懐かしいものが出てきたので、そちらをちょっと、使っていこうかなと思います。はい、もう早速出しちゃいますね。それがこちらです。はい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 、来ましたよ、ビクトリーステージ。これ僕が中学校2年生の時に親に買ってもらったグローブです。もう懐かしいね。ランバード水野です。で、ほら赤いマークね、赤が入ったマークの IB ラインで、このウェブということは、そうです、岩田選手モデルです。岩田さんモデル、岩田コーチモデル、まあね、当時の岩田選手、まだ中日にいた頃ですね。初めて僕が軟式大人用って言ったより一般軟式用、それまでって僕は少年用のグローブ、小学校の時使ってたグローブがまだ全然使えたので、それを使ってたんですよね。で、その後にさすがにちょっともう大きさもあれだしダメになってきたかなってことで買いました。はい、もうね、はい、どこにでも行くようなグローブです。で、こちらはちょっとね、やっぱ丸みを帯びた感じの、グローブで、中学校の時もね、ちょっとだけ、ピッチャーやってて、後々ピッチャー用のグローブっていうのも他で手には入れたんですけど、友達からもらって、手には入れたんですけど、それまではやっぱこれも使ってたんで、ちょっとね、ちょっと丸みを帯びた方となっています。こういう風になってるので、浅くも使えるし、でもポケット自体は岩田選手モデルなのでちょっと深めだよって言ったようなグローブです。で、高校の時は、僕もキャッチャーだったので、ただこのグローブね、ちょっと持ってってたんですよ。別に公式のグローブも持ってたんですけど、で、その時に、ここを先輩に貸して、先輩もこれちょっとピンって使ってくれたので、めちゃくちゃさらに柔らかくなったって感じです。で、これ、当時はね、僕もグローブの知識がそこまでなかったので自分で湯もみしたんですよ。だからこれが僕のグローブの片付けにハマるきっかけとなった、グローブですね。ちょっとね、使ってから湯もみしちゃったっていうのが良くなかったんですけど、であとはこれをね、自分でグリス入れたりだとか、っていうようなことをして、もう魔改造をしたグローブとなっています。でも本当に使うのが高校を卒業する前か、なんだかんだやっぱ先輩に貸してたりとか、バッティング練習中の内野の守備もキャッチャーミットでやっちゃってたので、本当に懐かしいような感じで、本当に一番グローブコーナーの高いところに置いていて、いろいろ気をつけてたので大丈夫だったのかなっていうのはあるんですけど、ちょっとこれ使ってね、キャッチボールとか、久々に、懐かしの相棒と今日は野球やっていこうかなと思います。はい、それではやっていきます。はい、じゃあそれではやっていきます。はい、やらかっ。懐かしいな、懐かしいなっていうほど感覚を覚えてないからさ。なんだろう、水野ってしっとり感があるっていうイメージだから、これもだいぶ使い込んできちゃってカサカサではあるけど、まだしっとりしてるかなといったような。そう、煮込みしてるからどこにでも曲がるんですよね、本当に。でも途中でグリス入れたりとか、ちゃんと紐も自分で変えたんですよね、これ確か。なんで、とてもしっかりしてるんですよ、ちゃんと広いポケットは保たれつつって感じで、なんとなくね、どことなく今のスラッガーに近い、今の。 OK、 じゃあちょっとノックやっていきましょうかね。はい、それではやっていきます。やらけ、いいわこれ、懐かしいわ。
帰らないわ。全部手のひらだよ、前も。よし。ケア。よし。やっべー。ということでね、今この中学校時代のビクトリーステージ、また選手モデル使ってノックしてきましたが、まあね、普段使ってる、僕が使ってるグローブよりかはエラー少ないんじゃないかなと。やっぱそれだけ手に馴染んでるのかなって。まあ10年弱使ってなかったかもしれないですけど、それでもね、やっぱ手に馴染んでるっていう点が思い出させてくれる。まあその当時はやっぱグローブ何個持ってたわけでもなかったんで、一つのグローブをね大切に、まあ、改造はしてたけど、まあ、どうしたらこのグローブでしっかりと取れるのかっていうのをちゃんと自分で考えた上でいろいろ試行錯誤してたので、やっぱ自分の体は変わってないんだなっていうのが手に馴染むっていう点、あるのかなと思います。でさっきもちょっとノック中に言ったのもあるんですけど、まあ、ポケット広くて、深い、まあ、さっきもね普通のボールはこっちで取ってたし、土手でもノック中は大体こっちで取ってた、感じなので、よく言えば今のスラッガーって感じ。今のスラッガーもまあ深くて広い、グローブが、主流にはなってきてるので、そういう点ではまあよく言えばそういう感じなのかなというふうに思います。でまあ今はねもうビクトリーステージもないですし、岩田選手モデルっていうのもないので、まあ、このグローブが欲しい方とかっていうのもないと思うんですけど、ただね中古グローブショップとかにはもしかしたら状態がいいものを売ってるんじゃないかなと思いますので、まあ、本当にね、使い勝手の万人受けするようなグローブの形してるので、売ってて気になっておっと思った方はちょっと手に取ってはめてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はこちらのそれステージ中学校時代のグローブで、キャッチボールの奥の方をやってきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではよろしくー、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょショーヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。